はいみなさんこんにちは数学講座の下島雄一郎ですそれでは第276回2級2時問題4こちらの解説を始めますなおこの検定は平成27年10月23日金曜日に行われた検定でございますそれではやっていきましょうねこの問題も楽しくいきましょうはいこれはですねあのー、ベクトルの問題でございます数学 B の内容ですねあのー、今回平面ベクトルなんですけれどもやはりあの重要な式ですねこれは絶 知っておいてほしいとこれはちゃんと押さえておいてねっていう問題なんできちっとですね押さえていきましょうはい、えー、これかっこ2をですねまあ、重点的に解説していきますかっこ1はおそらく答えだけになっていきますのでよろしくお願いしますそれでは行きましょう、えー、問題の方行きますね選択ということでございますはい えー、この図はですねあの問題文の方に与えられていませんのでこれは各自でですね、えー、問題文の情報にに沿ってて、えー、書くくよううししださい,いきましょう三角形 OAB において辺 OA を2対1に内分する点を P 辺 OB の中点を Q 線分 PQ を2対1に内分する点を R とし線分 OR の延長と辺 AB との交点を S としますと。 今言った情報ですね今言った情報まあ文がですね文章が、えー、こちらの図ということになっていきますはい OA ベクトルイコール =A ベクトルこちらをスモール A ベクトルとします、えー、OB ベクトルイコール =B ベクトルこちらのベクトルをスモール B ベクトルとしますそう置くとき次の問いに答えなさい表現技能ということでございます、えー、こちらはカッコ1カッコ両方解説していきます、えー括弧1 O P ベクトル、O Q ベクトルをスモール A ベクトル、スモール B ベクトルを用いて表しなさい。この問題は解法の過程を記述せずに答えだけを書いてください。はい、こちら答えだけになっていくと思います。括弧2番、O S ベクトルをスモール A ベクトル、スモール B ベクトルを用いて表しなさいということですね。さて、それではやっていきましょう。はい、えー、まず括弧1番ですけれども、はい、O P ベクトルと O Q ベクトル、これまあ。 p は OA 上にありあの q は OB 上にありますので、はい、そうしますとこれは括弧1番ですけれども,もうこれはいいですよね。OPA って一直線上ですので、はい、OA ベクトルですからこれ OP ベクトルっていうのは3分の2倍ですよね。ですから、はい、OP ベクトルは、はい、3分の2倍の A ベクトルですね。 はい、まずこれが答えということですね。で、同様にこちらですね、OQ ベクトルも OQB が一直線上にありますので、ちょうど Q はですね、OB の中点ですので、はい、2分の1ですね。OQ ベクトルは、2分の1倍の B ベクトルといった形になります。はい、これは括弧1が答えですね。はい、よろしいでしょうか。 さてこの答えを使って2番やっていきましょうはいさあここで重要なのは何かっていうのをきちっと押さえてくださいねすいません赤で書きましたね黒で書きますねはいここで重要なのは何かいいですかはいまだ出てきませんよはいいきましょう OS ベクトルを A ベクトル B ベクトルを用いて表しなさいということですねいきなり OS ベクトルはちょっときついかと思うんですけれども O-R ベクトル、これは表すことができます。なぜかというと、はい、これ三角形 O-P-Q に注目すると、これ P-R-Q って一直線上ですよね。そうするとこれ O-R ベクトルっていうのは O-P ベクトルと O-Q ベクトルで表せるいわゆる分点で表せますよね。そうしますと、まずこう行きましょうか。はい、O-R ベクトルですね。はい、O-R ベクトルイコール はいそうしますとこれはクロスですね3分の1倍の OP ベクトルですね3分の1倍の OP ベクトルプラス3分の2倍の OQ ベクトルですねはいこういった形でまず表せますで次にですねはいここですよね OP ベクトルこれ先ほど括弧1で3分の 2a ベクトルと表せたのでここに3分の 2a ベクトルを入れそして OQ ベクトル先ほど2分の1倍の b ベクトルと表せましたのでここに2分の1倍の b ベクトルそれを入れていきましょう。そそうううしまますすすすととですねこうなっていきますいきますよはい、そうすると OR ベクトルルはイコール、まあ、つなげましょうかそうしますと、はい、OP ベクトル入れますから9分の2倍ですねすなわち9分の 2A ベクトルとはいそして OQ ベクトルに2分の 1B ベクトルですから3分の1ですね3分の 1B ベクトルといった形になってきます。ここまででよろしいでしいいょうかはい そうすすするとですね次ですねね次はい ORS 一直線上ですよね。ということは一直線上ということははい実数倍ですね。伸び縮みですから実数倍ですね。ということは実数倍ということは係倍するわけです。ということはこんなふうにいきましょう。そうしますとはい、e, ORS は一直線上ですね。はい ORS は一直線上より。 はいということは OS ベクトルは K 倍の OR ベクトルとこんなふうに表せますよね。はいもちろん K 定数でございます。はいそうするとこれ K 倍しますね。K 倍しますと一応 K 定数書いておきましょうか。はいそうしますと。 9分の2倍の k ですねそして a ベクトルと9分の 2ka ベクトルプラス3分の 1kb ベクトルとこうなりますよね。はいそうするとですねはい os ベクトルはこれ Oa ベクトルと ob ベクトルでちょうど。 S. A. S. B. 一直線上なので、分点公式使いますよね。さて、分点公式で重要なのって、何でしたっけということですよね。はい、実はここに書いてあるんですけれども。はい、分点公式は。はい。ここと。ここの係数の和が一です。これ大事です。和が一ですよ。いいですか。ここの係数の和が一です。 はい分点公式は和が1これが重要ですということですので和が1ですのでこれで k 出てきますよねで k の値が出てきましたらここに代入していただきますと OS ベクトルが出てくるといった形になってきますそれではやっていきましょうそうしますとですねはいいきましょうそうすると分点公式ですからはいそうしますと、えー、まあ点 S は辺 AB 上の点よりということですねはい、えー、点 S は。 点 A. B. 上より。はい、え九分の二 K. ですね。プラス三分の一 K. イコール一ですから。はい、そうしますと、これ九分の五 K. イコール一ですから、したがって K. は。五分の。九といった形になります。そうすると、はい、あとは五分の九を。 こちらに代入すればいいですねそうしますと従たがって OS ベクトルははいここに5分の9入れますから5分の2こちらに5分の9入れますと5分の3ですよねちょうどちゃんと1になりますよね5分の 2A ベクトルプラス5分の 3B ベクトルと はいこういった形になりますよろしいでしょうかはいはいそれではですね、えー、この問題を振り返っていきましょうはい まず OP ベクトルと OQ ベクトルを A ベクトル B ベクトルで表しなさいということですけれどもこれは OPA 一直線上で OQB 一直線上ですので OP ベクトルは OA ベクトルの3分の2倍ですね3分の 2A ベクトルと OQ ベクトルはちょうど OB ベクトルの中点ですので2分の 1B ベクトルとこれはいいですねはいこれを使ってに使っていきましょう OS ベクトルを A ベクトル B ベクトルで表しなさいということですね まあこれも最初からまあ OS ベクトルはまあ分点がえ和が一っていうことを使って頂い,いても OK です。ですので例えば OS ベクトルを t 倍のえー a ベクトルプラス1マイナス t 倍の b ベクトルって置いてまああのー 成分比較していただいてもオッケーです係数比較していただいてもですねあのー、大丈夫でございます A ベクトルと B ベクトルのあのー、係数比較ですねそれやっていただいても大丈夫ですはいここではですねまあ、和が1これを使っていきましょうそうしますとこれ OR ベクトルこれはですねはい問題の情報ここをうまく使いましょうそうしますとこの三角形 OPQ の分点ですよね従いまして OR ベクトルは3分の1倍の OP ベクトルプラス3分の2倍の OQ ベクトルとで 1で求めた OP ベクトル OQ ベクトルそれぞれ代入して small a ベクトル small b ベクトルの形にしますと分分ののベベククトトルルプラス1 3 b ベクトルですねはいで ORS を一直線上よりこれ伸び縮みですね実数倍伸び縮みですよ実数倍ですので OS ベクトル,イコール =k 倍の OR ベクトルということになります。 したがって、えー、それぞれ K 倍しますと9分の 2Ka ベクトルプラス3分の 1Kb ベクトルということになりますで、えー、この OS というのは OS ベクトルは三角形 OAB のちょうど分点になりますのではい分点は 和和和がががでででですすすすいいですか和が1です係数の和が1ですよそうしますと9分の 2k プラス3分の 1k これが1になりますので k が5分の9とあとはこちらの式に5分の95分の9入れてください。そうしますと OS ベクトルは5分の 2a ベクトルプラス5分の 3b ベクトルといった形になります。よろししいいでしょうかはい はいそれではですね第276回2級2時、えー、問題4解説の方終了いたしますありがとうございました